できる。富樫も得点力があります。スリーポイント沈める。今のは北川選手正面でついていたんですが、富樫、赤穂、佐藤拓磨へ、ちょっと、ああ来ましたね、ちょっとディフェンスのポケットができてしまいましたね、今ね、はい、今日は藍色のユニフォームを着用してプレーをします、ホームの千葉です。さあ平尾、そして入っていったジェイコブセン、後ろからムーリーのブロックショット、藤永からということになります。そして赤穂も入っています。中に送る、ムーニーへ通ってファウルがありました。バスケットカウント、藤永からということになります。そしてギャビン・エドワーズ、この合わせです。富樫が当たってきましたね。これはダンカンがスティールした、決めていきました。うん、ちょっと北海道としては準備が足りなかったですね。佐藤です。そして藤永左サイド、スミスのスリーポイントは強力な武器ですが、ファウルしてしまいましたね。ファウルもありました。バスケットカウント、トローファウルです。藤永からそしてこのスミス、どうも4分の4。いやさあ中を上げて富樫が仕掛けるか、いやエドワーズ入ってきた、外のダンカンだ、2ポイント。当日開催直前になって中止が決まった中で、あれから1週間というゲーム、第3クォーターの最後は富樫がアシスト。どうか OB そこだったんですが、富樫がまだボールキープからよく絡んではいるんですが、最後ブザービーター、すごい、決めてきました。決めて終わりたい千葉です。さあスミスからギャビンでアリウープ、そして前半終了のブザーです。残り5秒から動き出す富樫、富樫クロスオーバー繰り返しながら2ポイントのジャパン、すごい打ってきますね富樫選手、さすが。そして決めてきます千葉のキャプテンです。でここでの開催になります千葉ポートアリーナ、第3クォーターのこのラストプレーです。はい、やっぱりこのねブザービート、この最後の1本というところの強さ、ここから先何を狙ってくるのか、あ右行った、そして狙え、決めるブザービート、右にカットのダメって何回も言ってますよね。まあ、狙っていた形がこれ青木さん出ましたね、まあ、これミスマッチなんでね、はい、野茂選手だとなかなかつけないんでね。ギャビン・エドワーズ、そして西村自分で来る、スリーポイントを決めた、これがベテランの勝負感、きっちりと決めてきました西村です。この締めくくり、このスリーポイントで千葉ジェッツのファンを沸かせました西村、リードを広げて長見、長ダンカン、ザ・ビッグマンの対決、ダンカン対ジェイコブセン、ダンカン決めてきました。ショットブロックギリギリです。いやディフェンスも良かったんですけど、そうですね、ギャビン・エドワーズが打ってくる、そしてスリーポイントを打ってくる、決めた、素晴らしい、 B1 史上初、B1 通算スリーポイント成功。ラインを割ろうとしたんですが、キックアウト、エクストラパスからディフェンス下げて打ってきた、これですよね。竹内がつきますが、回す、そしてスミス、今度は来ました、素晴らしいですね。ダンカン、スミス、スミスアタック、窮屈な体勢、ダンカンとスコット、激しい外、藤永、スミス打ってきた、コーナースリーは、ムーニーのスクリーン、ただここは太田がつく、赤穂、赤穂が打ってくる、沈めた、ここで1クォーター終了。いや、いい終わり方ですね、いい終わり方ですね。ブランコを感じさせない動きを見せている第1クォーター、そしてこの第1クォーター終わりが赤穂です。ムーニーへショットクロック残り3秒、藤永のスリー、ナイスヒット、ショットクロックギリギリ、スリーポイントをヒットさせました藤永、まあ、基本的には富樫、そしてこの藤永と、それから西村がバックアップ、スミスです、スミスのスリー、うわー来ました、これは大きい千葉ジェッツ。スミスからムーニー、もう一度スミス、速いボールのムーブメントから原がワイドオープンでのスリー、
調子いいかもしれないですね。あと5秒小林ちょっと時間がない、打つしかない、あすごい、決めた、すごい、あバルビー選手に対してファール、ダンカン選手がファール取られましたね、はい、今ファールはダンカンとなっています。今度はダンカンが入っていく、富樫が入っていくミスマッチ、スミスと接触してバランス崩しましたがショートコーナーから富樫タップショット、これも入る、浜口ヘッドコーチ試合ちょっと嫌ってタイムアウト使ってきましたね。最初左ウィングから3を沈めた富樫ですがここもタップショットを沈めてここまで早くも5ポイント、今あそこをもう徹底して狙っていいと思うんですよね。さあ今度は秋田入ってきた、デイグス、ロックブーニー、大丈夫ですかね、まあね、ちょっと体がギャッ、ちょっとギャッ、あこの、この後ですよね、はい、その貴重なプレータイムを生かしているこの大阪の選手たちですが、あっとダンク来た、ムーニーです。大倉も、まあ、行ったんですがもう一度飛ばし、あっとボールキュパス来た、ミス、船橋アリーナこのプレー、ここしかないという、スミスが行きます、スミス、ワンウェイジャがブロックに飛んできましたが、やっぱもう一歩遅いですよね、あのヘルプに行くのがね、ファラーズが近寄ってきて富樫が時間を使いながらボールをなんとか払してファラーズへ、そしてまた富樫に戻ってくる、ショットクロック残り1秒、うわーっそうなんですよ、ヒロトさん第3クォーターから富樫がいつもの富樫になってきました、なりましたね完全に、最後のシュートもそうですけれども、はい、ただやはり横浜のディフェンスがまた緩む、でその原因を作ったのがベクトン選手、ダハモン選手、はい、せっかくのいい流れをこの2人がね潰してしまって、もう一度ね第1クォーターに戻ってほしいですよね、本当にこれどちらが先に1本来るかですね、そうですね、残り5秒なのでフィニッシュ、はい、千葉は決めたですね、スミス外の力があるが、いやー来ましたね、わずかな中で落ち着いて、はい、このふわりと、はい、いやー滞空時間長いジャンプショット、いいですね、はい、お何かスペシャルなデザインがあるか、富樫が行く、ロングスローは、おー決めたー、いやーこれ2本じゃん、ブーカーショット成功、リードしています、いやー1クォーターも2クォーターも最後に富樫。